スとヘルメス。罠にかかったカラスがアポロンの神に、私を助けてくださったら子を抱いてお祭りしますと約束をして助けてもらいました。ところが一旦助かると約束はすっかり忘れてしまいました。このカラスは間もなくまた罠にかかってしまいました。カラスは今度はアポロンの神はやめてヘルメスの神に、助けてくださったらお供え物をしますと言って救いを求めました。しかしヘルメスは、バカ者め、初めに助けてくれた神をないがしろにして約束を破ったお前を信用できるはずがないだろう。恩人に対して恩知らずなことをした人間は誰からも助けてもらえなくなります。